改易されたのは甥っ子のせい？伊達家ご一門筆頭となった石川明光。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは石川明光について紹介していこうと思います。天下統一をかけて多くの戦国武将が戦った戦国時代ですが、その舞台は主に京都周辺でのことでした。その一方で東北にもたくさんの武将がおり、火花を散らし続けていました。その中で周辺勢力に翻弄されて苦労したのが石川明光です。伊達政宗の叔父でもある彼ですが、老いと敵対せざるを得ない状況にありました。彼の苦労多き生涯をじっくりとご紹介したいと思います。伊達晴宗の四男として生まれる。まず明光が家督を継いだ陸奥石川氏について簡単にご説明しましょう。陸奥石川氏は源頼朝を祖とした一族です。前9年の役で彼が奥州に下校し、戦功によって福島県にある陸奥石川郡を与えられました。ただ鎌倉幕府との関係が密だったために、県務の申請による新政府との関係はあまり良くはなく、領地の一部を白河祐樹氏に与えられてしまうなど苦労の時代を過ごしてきた一族でした。そんな陸奥石川氏ですが、明光は直接この地を引いていたわけではないんです。天文19年1550年、明光は伊達晴宗の四男として生まれました。れっきとした伊達家の人間です。上に3人の兄がおり、上から順に岩城親隆、伊達輝宗、留守正景となります。つまり明光は伊達政宗の叔父ということになるんですね。陸奥石川氏に養子に入る。永禄6年1563年、明光は三好城主石川晴光のもとに養子入りしました。晴光の養女照子と結婚し、ゆくゆくは跡継ぎとなることになったのです。照子は佐竹義明の娘なので、佐竹義重とは義兄弟の関係にもなりました。石川晴光には実子がいなかったわけではありません。二人の息子がいたのですが、当時の陸奥石川氏は田村氏や芦名氏など周辺勢力に圧迫されており、南からは佐竹氏が迫ってきているような状況でした。伊達氏の内紛である天文の乱の後、伊達氏の力が一時的に弱まったことをきっかけに、多くの武将たちが勢力を拡大するようになっていたのです。実に混沌とした状態の東北でした。こんな状態なので、石川晴光は伊達氏の庇護を得ようと明光を養子に迎えたというわけです。当初は近宗と名乗っていたそうですよ。城を追われることも、周辺勢力の圧迫に苦しむ。佐竹氏とは隕石関係にあったはずの石川晴光ですが、明光を養子に迎え伊達氏との関係を強めたことも災いしたのでしょう。佐竹氏に攻め込まれ、なんと三好城を落とされてしまいました。たまらず晴光は明光を連れて岩城重隆のところに逃げ込みます。ここは晴光の実母の実家であり、重隆は外祖父でした。そんな中での永禄11年1568年、明光は家督を相続します。翌年には祖父岩城重隆の後押しで、なんとか三好城に復帰することができました。そしてさらに翌年、上洛して室町幕府将軍足利義昭に謁見し、この時に明光と改名しています。しかし状況はあまり変わっておらず、陸奥石川氏は田村氏、芦名氏、佐竹氏の争いに巻き込まれていきました。城を追われていたこともあり、領地の実権は
ほぼ田村氏や芦名氏のものとなっていたそうです。家督を継いだとはいえ、明光もまだ二十歳そこそこですから、百戦錬磨の武将たちに対抗するにはまだまだ力不足でした。それを裏付けるかのように、天正2年1574年には芦名守氏と佐竹義重が石川軍をめぐって戦を繰り広げており、もはや石川氏には自分の領地をどうこうできるような裁量はなかったのです。佐竹氏に服従する。やがて陸奥石川氏の一族もそれぞれの勢力の前に屈し始め、佐竹義重に服従した者もいました。この一族の仲介により、佐竹氏への服従を条件に、明光は父と共に佐竹義重に降伏します。この時にも彼らは城を追われていたため、義重への従属により三好城に復帰を果たしました。一体何度追われているのか。そんな明光を見かね、兄伊達輝宗は周辺勢力と陸奥石川氏の和睦を斡旋しています。実家との関係は悪くなかったようですね。とはいえ、情勢は依然として不安定でした。そのため兄輝宗は田村氏や相馬氏を牽制するために明光と連携しようとしたのですが、明光はあくまで佐竹氏に従うことを選んでいます。白状というわけではないんですよ。目下石川氏にとって芦名氏が最大の敵であり、それを抑え込めるのは佐竹氏だったのです。また養父春光の母が田村氏出身ということも関係していたようですね。明光個人の意思よりもこの状況の中で生き残ることだけを考えなくてはなりませんでした。天正4年1576年には、佐竹氏と結んでいたはずの田村清明が突然その同盟を破棄して芦名氏を結び、翌年には石川領は田村芦名連合軍に制圧され、養父春光が芦名氏の城に連れて行かれてしまうという事態が起きています。どこまでも翻弄されまくる明光の悩みは尽きませんでした。甥伊達政宗に降伏する。天正12年1584年、明光の実家伊達家では大きな出来事が起こります。甥伊の政宗が家督を継いだのです。翌年には輝宗が王子し、本格的な代替わりとなりました。すると政宗は芦名佐竹連合と敵対します。そして芦名佐竹連合は周辺武将に結集を呼びかけ、政宗と激突することになりました。これが一鳥橋の戦いです。佐竹氏に従っていた明光は甥伊と敵対することになってしまいました。この戦いは一応は連合軍の勝利となりましたが、政宗の存在感が際立つ一戦となります。そして天正17年1589年、政宗はすり上げ原の戦いで芦名義弘に勝利し、東北を統一せんばかりの勢いを持つようになっていくのです。甥伊の勢いの前についに明光は降伏することを選びました。ただ中央の情勢はさらに動き出していたんです。どうなっていたのでしょうか。甥っ子のせいで改易される。この直後、豊臣秀吉は小田原征伐を開始し、武将たちに参陣を要求します。明光もすぐに向かおうとしましたが、甥政宗に止められてしまいました。政宗が秀吉のもとに行くというので、明光は刀や馬を政宗に託しますが、肝心の政宗が大遅刻。その上秀吉からは明光が直接来ないことを咎められ、なんと彼は改易されてしまったのです。だって政宗が行くなって言うから行かなかったのに。これって政宗のせいですよね。明光は落胆しましたが、それ以上に怒ったのが家老の溝井義信です。彼は秀吉との決戦を主張し、なんと三好城に放火して自決してしまいました。
明光はすでに退出していたので巻き込まれませんでしたが、溝井義信もある意味政宗の被害者かもしれません。伊達家のご一門筆頭となる。改易されてしまったので政宗の家臣の列に加わった明光ですが、ご一門筆頭の席を与えられました。政宗ちょっとは気にしていたんでしょうか。しかしそれを不満に思った伊達重実が出奔したという説もあり、明光としては手放しで喜べないような感じだったかもしれません。文禄の役には伊達方として出陣した明光は、その直後の秀次事件で政宗に連座の罪が及びそうになると、嫡男吉宗に家臣たちの妻子を伴って上洛させ、連名の聖旨を提出させました。ここでも吉宗の名はご一門筆頭として最初に署名されており、待遇は変わっていなかったことがわかります。この功績により明光は伊達重実が出奔して城主不在となっていた角田城を得て一万石の城主となりました。関ヶ原の戦いの際は東北で白石城の戦いに参加し、上杉景勝の軍勢と戦っています。ほどなくして吉宗に家督を譲り隠居した明光ですが、吉宗がすぐに亡くなってしまい、孫宗隆の後見として政務に復帰しました。大阪冬の陣にも参加しています。そして元和8年1622年、73歳で苦労続きの生涯を終えました。まとめ1、伊達春宗の四男として誕生した。2、陸奥石川氏に養子入りした。3、城を追われるなど苦難続きの中で家督を継いだ。4、周辺勢力の圧迫に翻弄され佐竹義重に服属した。5、甥である伊達政宗に降伏した。6、豊臣秀吉の小田原征伐に参陣しようとしたが政宗に止められ、結果として改易されてしまった。7、伊達家のご一門筆頭となり力を尽くした。幼い頃から苦労続きの環境にあった明光、あの改易は絶対政宗のせいだと思います。でもその不満を飲み込み使え続けたところは忍耐力が養われていたからなのでしょう。伊達重実とはうまくやれたのか気になるところではあります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。